ユリア。ユリアカイサリス、ジュリアシーザース、紀元前三十九年紀元十四年は、初代ローマ皇帝アウグストスと、その二番目の妻、セクストゥス・ポンペイウスの親族との娘で、アウグストスの唯一の実子である。ユリアの名は、ユリウス氏族の娘や皇帝一族の娘に、共通の名前であるため、娘の小ユリアと区別して、大ユリア、ジュリア・マイヨルとも呼ばれる。 インプとして知られている。後のアウグストスであるガイウス・ユリウス・カエサル・オクタビィアヌスは、紀元前40年、スクリボニアと結婚をした。ユリアは、この翌年の紀元前39年に生まれ、オクタビィアヌスにとって、初めての子供であったが、オクタビィアヌスは、このユリア以降、実施を得ることはなかった。ユリアが誕生した紀元前39年、父オクタウィアヌスは、 スクリボニアの気の強い性格に耐えきれず、またセクストゥス・ポンペイウスとの関係が冷却化したため離婚し、翌年リュウヤと三度目の結婚をする。オクタヴィアヌスは古きローマの堅実で素朴な風紀を理想とし、そうした美徳を持った低粛な女性としてユリアを育てようとしていて、ユリアの身近な女性であったママハハリュウヤとオバオクタヴィアは当時としては珍しくこうした美徳を持ち合わせていた。 女性であった。オクタヴィアヌスは、紀元前31年のアクティウムの開戦の勝利によって内乱を終結させると、紀元前27年にはアウグストゥスの称号を受け、帝政の基盤をほぼ盤石のものとした。こうした中、アウグストゥスは、自身の人格に依拠している権力を円滑に継承させるため、ユリアを自らの後継者候補と結婚させ、 関係の強化を図った。紀元前25年、ユリアが14歳の時にとこに当たる当時17歳の後継者候補マルケルスと結婚させた。しかしその2年後の紀元前23年にマルケルスは、逝去し、ユリアは、家父となる。2年後、紀元前21年、18歳のユリアは、アウグストゥスの名優、マルクス・ウィプサニュース・アグリッパと2度目の結婚をする。 この時アグリッパは、すでに41歳で二度の結婚をしており、前妻と離婚した上での結婚であった。この結婚は20歳以上の年齢差があったが、幸福なものであったと言われている。この結婚でユリアはの5人の子供を出産した。特に、紀元前20年に誕生した長男ガイウスは、アウグストスから、有望な後継者候補と目され、 紀元前17年に誕生した弟のルキウスと共にアウグストゥスの養子とされ、ユリアから引き離された。息子たちが皇帝の後継者となる一方、ユリアは結婚の後半には夫以外の男と密通を重ねるようになっていったと言われる。こうした密通について、なぜ子供たちが父親に似ているのかと尋ねた者に対し、ユリアは 船にがいっぱいでなければ客は乗せないからと答えたという。つまり、夫の子供を妊娠した後でなければ、他の男と密通はしないということだった。紀元前12年にアグリッパは没した。再びカフとなったユリアは、紀元前11年にリウヤの連れ子であったティベリウスと結婚した。この結婚に際してティベリウスは、愛する妻ウィプサニアと離婚しており、この結婚を、 あまり歓迎してはいなかった。またユリアはアグリッパの妻であった時からティベリウスに対し色目を使っていたためティベリウスはユリアを嫌っていたと言われる。それでも二人の結婚生活も当初それほど悪いものではなかった。しかしユリアが出産したティベリウスの息子が赤子の時にアクイレイアで死亡すると二人の関係は急速に悪化していった。紀元前六年にティベリウスが ロドストへ陰性するとユリアは公然と多くの愛人を作るようになった。このティベリウスの陰性には様々な理由が挙げられるがユリアとの不仲もその一つとされる。ユリアはこうした愛人たちの一人であったマルクス・アントニウスの息子ユルス・アントニウスらと元首への内乱を図ったとして貫通罪で断罪される。紀元前2年にアウグストゥスは自らの権威とティベリウスの名において ユリアにティベリウスとの離婚を命じ、さらにパンダテリア島、現在のベントテーネ島へと追放した。この時同行したのは、実母スクリボニアだけであり、島への出入りは厳密に管理された。貫通の相手、ユッドス・アントニウスは死刑を命じられ、自害した。アウグストゥスは厳しく、娘を貫通罪で断罪したが、自分自身の身持ちは悪く、また政治的理由で、 親の意志のまま結婚させられたユリアに対して、ローマ市民から同情の声が上がった。そのためアウグストゥスは、パンダテリア島へ追放された5年後、ユリアの流刑地を、イタリア本土のレギウム、現在のレッジョディカラブリアへ移した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。